士から永久士に生え変わっていく時期は将来の航空環境を大きく左右する非常に、大切な時期です。この時期に虫歯が多いと将来的にも虫歯をたくさん発症してしまい、結果的に歯を失う確率が上がることが分かっています。ですので早い段階から虫歯ができないように適切に管理していくことが重要になります。具体的には毎日のお家でのお母様の仕上げ磨きに加えて、定期的な歯医者さんでの歯ブラシ指導、食事指導、あと、フッ素塗布などが挙げられます。また生えたての歯は非常に虫歯になりやすいので、汚れの溜まりやすい溝の部分をあらかじめ樹脂で塞いでしまうシーランと、歯と歯の間を掃除するフロスなんかも非常に効果的だと思います。虫歯の治療は大人の方でも嫌なものですよね。ましてやお子さんにはかなりのストレスがかかります。ですので、発達段階に応じて治療していくことを、基本としています。いきなり無理やり削ったりするのではなく、まずは歯ブラシと、フッ素塗布から、慣れてもらい、お子さんとの信頼関係ができてから、実際の治療を開始していきます。目標は虫歯のない永久歯列を完成させることですので、今後の治療の妨げになるような余計な恐怖心は与えないようにしています。また痛みが強くてどうしても早期に治療をしなければならない場合も、なるべくストレスがなく治療を受けてもらえるように、小気鎮静麻酔というものを用意しております。小気ガスを吸いながら治療をすることで恐怖心、痛みを和らげることができます。